どうも、こんばんにちは。アンジョロイドです。本日は、なんともショッキングなニュースをご紹介いたします。なんと、実写化もされている大人気漫画、ルローニケンシンや、武装寝勤などの人気作品で知られる漫画家の和月信宏さんが、児童売春、児童ポルノ禁止法違反容疑で、警視庁に書類送検されたのです。ジャンプスクエアで連載中のルローニケンシン、北海道編について、 12月4日発売後より当面の間救済することを明らかにした今回の報道を受け社として重く受け止めております作家は深く反省していますとしているのですまた現在観光中のコミックスに関する対応は競技中のため未定だという「ルローニケンシン」はシリーズ累計発行部数が6000万部を超える大ヒット漫画 1994年から1999年にかけて「週刊少年ジャンプ」で連載されアニメ版も人気を呼んだ佐藤健さんが謙信を演じた実写映画のヒットも記憶に新しいですね今年9月には「ジャンプスクエア10月号」で北海道編の連載が始まったばかりストーリー協力には妻で作家の黒木香織さんも名を連ねていた 18年ぶりのルロケン復活が話題になっていた矢先の今回の報道これに対しファンの方々は大好きな先生だけにショックファンとして悲しい作品に罪はない作品のファンであることは変わらないなどネット上には衝撃と困惑が広がったちなみにアニメ版は現在でもネットサービスを通じて視聴できる その一つ、バンダイチャンネルを運営するバンダイナムコライツマーケティングの担当者は、取材に対し、配信中止の可能性について、現状で知ったばかりのため、結論などは申し上げられませんが、全くないとは言えませんと話した。過去にも、別作品で関係者が立件されたことはあるが、対応についてはケースバイケース。ルロケンの場合、権利者である主営者やアニプレックスの要請があって初めて、 配信中止の手続きを取るそうです私たちも小さい頃に少年週間ジャンプで毎週るロケンを見ていましたしテレビアニメ版も毎週欠か,かさず見ていましたそして実写版に関しても前作見るほど好きだったのでこのニュースにはびっくりしましたあそうそうこのニュースに関してもう一つびっくりしたことがありました実はは私の主様は このニュースを見るまで、ル・ロケンの作者は女性だと思っていたのです。もちろん、皆様は、和月さんが男性だってご存知でしたよねね今回も、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると、嬉しいです。今後とも、よろしくねー。